はい、こんにちは、ゆうかりチャンネルです。今日はアミトークの68かな、やっていきたいと思います。はい、今はもうね、夏休みに今日で入るということで、パパはパパでなんか会社の用事で名古屋の方に行ってるのでね。はい、みんなこの暑いのに大変ですね。はい、私は相変わらず、今日はね、そうは言っても名車に行かなきゃいけなかったので名車には行ってきました。で、これがね、非常に調子よくて、サイズもぴったり、浅いし深すぎずいいですね。はい、私が編んでるものはこの靴下ね。これ何だと思いますか？なんかニットプロさんからこのプロテクターっていうのが出てるらしくて、で、検索したんだけどちょっと高かったので、なんかいいもんないかなと思ってちょっとずっと考えてたんですよ。なんでかっていうと、結構ね、この針が折れてしまうことが多いんですね。私結構木製の針が好きで、靴下を編むときはこういったね、木の針の棒針を使うことが多いんですけど、こうやってカバンをね、直に置いとくと、このカバンを枕にしてね、子供たちが寝たりだとかすると、なんかこの中のものが折れてしまう可能性があるんですよ。でもその辺にも置けないし、コードはね、おとちゃんにかじられないように気をつけなきゃいけないし、で、本当に気をね、許してね、編み物ができないわけ。編み物してる時はいいんだ、置いとけないわけ、その辺に。なの で100均になんかこういったステンレスのストロー売ってるじゃないですか。なんか海のね、マイクロプラスチックが増えないように、マイストロー、マイ箸で、今ね、ストローもこういった金属製のものが売ってるんですけど、100均のものだとね、若干入らないかもしれないなと思って、これが 2.5 ミリなので、そう、ちょっとね、無理かなと思って、で、これ Amazon で買ったんですね。これはね、2本入りで、私のストローという株式会社アメージングクラフトさんで買ったタピオカサイズのステンレスのストローです。これ2本で600円ちょっとだったかなと思うんですけども、1本300円ぐらいですね。なので、こう編んだ後に端にね、この寄せといて、これをこう刺してカバンに入れとく。ただここがね、ふわふわするのがちょっと気に入らなくて、これをなんとかできないかなってちょっと今思案してるんだけど、まあでもこのままそーっとね、こうやって入れればずれることはないんですが、あんまり端に寄せすぎると輪が一緒になっちゃうので、この辺にマーカーがあってもいいかなと思うけど、まあ今んとこ折れる心配もなく大丈夫なのでね、これなら踏んでも乗っても折れることはないですね。はい、Amazon のリンクを概要欄に貼っておきますのでね、気になった方は買ってみてください。ということで編んでいくんですが、靴下はね、片方できて、今にもう片方の靴下を編み始めてます。こっちはね、で、こっちが金属製の針なので、これも編みやすいんですけど、これはもう放置しといても折れることはないので、これはもうそのまま袋にバサッと入れてます。ただコードはかじられるのでコードは要注意で、いろんなね、そう、段数マーカーを持ってるんだけど、持ってくればよかったな、ちょっと持ってきます。はい、そうなんです、いろんな段数マーカーを持ってるんですけども、一番最初に買ったものがね、こちら、多分ね、メルカリで買ったと思うんですね。で、これの場合は、まず使い方をね、知らない人のために使い方ね、ここにこう通しておいて、1段1周編んできたら次の2のところにこう移すわけです。
で今2段目編んでるよってことなんで、でこれが最後の10段目0まで来たら次は11段目になるので、この別パーツのものを、これが10の位のマークになるので、この1の位、10の位のマークがこれで、でここについててここに入ってたら12段目編んでるなってことで、これをまた一周すると20段目に入るので、このマーカーを2のところに移動させますね、この取り外しできるやつって感じで簡単にわかるんですが、これはあの1のところにもちゃんと輪があるので、ここに入れればいいんだけど、こうやってね、なんかね、こう輪がちっちゃくなっちゃって、これねこうやってて、次2に行きますよって言った時、これがね入れにくかったりしてやりにくいなってことで、次買ったのはこちらのいろいろ試してるんですよ、マーカーね。これはこの回転していくタイプね、1234、まあでも10の位になったらここに別マーカーをつけるのは一緒ですが、まあこの紐の間にこうやっていくわけですね。はい、まあこれが一番今んとこ使いやすくて私はよく使ってます。でこれがお友達が作ってくれたやつで、そう、大きい針でも使えるようにダルマピンにこうやって番号をね入れてるんですね、これ。だけどダルマピンだからなんか細い方にこうなんかガチャガチャ、なんていうの、こっちに行ったりあっちに行ったり、ここの幅が広すぎてやりにくいわけですよ。なのでちょっとね自分でも作ってみようってことでちょっと編んでみますね。でこれで輪で編むときはここにはね、このちょうどここが境なんですけど、ここにつけてると外れちゃうので、1個2個奥につけてます、こうして。で今0になってるの次1なので、これだとねこのいっぱいあるので、で作ってみた、私が作ってみたやつはこれ縦にこうやっていくタイプだからもう輪っかになってるとここでごちゃつくから、もう縦一列にしようと思って、でこうやって編んでいくわけですね。ちょっと一周編んできますよ。はいはい、最後の2目まで来てこう2目編むわけですね。でこっちの針を外して戻ってきて、使いやすいかな、どうかな。で表2目編みます。で2なのでここにこうするわけですね。あ、でもいいね、いいかもしれないね。そう、そんな感じに使うんですよ。あ、ただ折り返してくるとこっちが今度半分これが出てくるから、まあ輪っかでも一緒なのかな。みんなはどんなマーカー使ってますか？手でカチャンカチャンってやるやつか、これもね段数が決まってるから2目ゴム編みをやった後にメリヤスっていう感じでやるので、まあこういうものの時は段数を数えてないと2個目を作った時に変わってしまうので、そう、これ糸が足りないかもって言ってたじゃない、本当にギリギリかもしれない。ちょっとねパーツ減らしたんだけど、もうね東海地方もいよいよ梅雨明けして、なんか梅雨の期間が短いって言ってましたね、今年は東海地方。それでも9割ぐらいの雨は降ってるので、効率のいい梅雨っていうか、雨はたくさん降って早く梅雨が明けたってことですね。一番いいパターンですね。その代わり暑いです。
はい、これだから本当はメリヤスまた切ってゴム編みが切ってって感じなんだけど、このねこのデカパピコみたいな形なんだけど、この2セクションやったらゴム編みやって終わりにしました。こんな感じで、あ、爽やか。夏はやっぱ青いいね。爽やかです。で、初めてチャレンジしたこっちは伸びるゴム編み止めをやってみました。伏せ止めの前になんか掛け目をして二目一度するみたいなやり方ですね。で、マルティナさんのやつだとこれがもう一回線来て親指穴が来てゴム編みが来るんですけど、もうちょっと糸がないのでこれで終わります。でね、マーカーもね結構作ってんだよ自分で。これにゃんこのマーカーかわいいでしょこれ。そう、まあ普通のこのプラスチックのやつもあるんだけど、なんかこれはねメルカリでなんか買った時におまけでもらったやつで、これもそうだね、これもそうだね、これは私自分で作ったね。これかわいいと思って、でこれクリスマスのチャームみたいなの売っててそのまま使ってる。これ猫ちゃん、これもなんかもらったんじゃないかな、猫ちゃん。クマちゃんはどっかセリアさんかなんかで買ったのをつけて、結局ねでも可愛いんだけど邪魔になって使ってないんだよね、こんなのとかね。そうそうなんですよ、基本やっぱりシンプルがいいですね。これもクマちゃん、クマちゃん好きなんだよ。これも結構好き、これかわいいでしょ。まあこういうものでねテンション上げつつ編むということですね。これみんな持ってる、うん、まあでもあんまり使わない、あんまり使いませんが、はい。でこれがその KFS さんのコットンで編んでる、アームカバーですね。同時進行してます、同時進行。もうほんと色が綺麗、これは海って感じ、夏にぴったりの糸でね、なんかそうそう、でそうなんですよ。でもう一個作ったのがこれね、これも一緒、縦一列にしてみて、さっきのと違うのはこの数字の輪っかと輪っかの間にちっちゃい丸カンでやってたのをやめたパターン、どっちがいいか分かんないけどはい、今日は加齢黄斑変性の名医者の定期検診に行ってきて、もうね悪くなってきたら自分ですぐ分かるので、もう遠くの眼鏡かけても眼鏡の問題じゃなく物が歪むから、そういう風になったらもう多分また注射になるんだけど、今のところ割と見えているし、まあ多分現状維持だろうなと思ったら同じように言われました。まあこのまま様子を見ましょう、また1ヶ月後に来てくださいってことです。これね確かこの輪っかのやつね、アミリスさん、東京のねアミリスさんで買ったんだけど、つなぎ目がないマーカーですごくこれ便利です。結局はこういうのが一番使いやすいのかな。
で、私前ね、そのリッケの 3.5 インチの輪針を買ったんですよ。で、何回か使ってたんだけど、まあ、数回使ってやっぱりね、ここからここの長さが短いんですね。 3.5 インチなので、で、なんとなく使いにくくて使わなくなってしまってあるだけだったので、とメルカリに出して販売しちゃいました。で、まあ取引はもう終わってるんですけども、で、輪針セットは手元からなくなったので、やっぱりもう一度吟味し直して悩んでどうしようかなって思ってね。で、このジンジャーすごく編みやすいから、この輪針セットもすごく調べたんだけど、ジンジャーは輪針のね、コードが40が確かなくて、で、40って結構使うんですよね。帽子とかさ、輪で編む時にマジックループしなくていいように編めるから、40はどうしても入っててほしくて、それがないってことで、で、なんだったっけ、あれ、キャリーシーロングか、キャリーシーロングも持つとこ長いから、あれもいいなと思ったんだけど、あれも確か 50からしかないんですよね。違ったらごめんなさい。確か調べた時50からだったから、あ、これじゃダメだな、私が欲しいと思っている輪針セットではないと。だから、このジンジャーすごい編みやすいんだけど、これはもう単品で靴下用に何本か揃えようかなと思ってます。今これ 2.5 なので、 2.25 とあと 2.75 ぐらいあればこと足りるので、それはおいおい揃えていこうかなと思うんですけど、で、何を私が買ったかっていうと、そう、もうリッケも手放したし、キャリーシーロングも悩んだ末やめて、結局どうしたかっていうと、またこれもメルカリで買ったんだけど、要はね、その 3.5 インチのリッケを売った売り上げでポイントで買いたかったわけ。もうお金のやり取りなしで。だからリッケが売れたポイントを取っといて、ずっとね検索してたけど、このジンジャーも結構高いよね。アマゾンで買った方が多分安い。メルカリは高かった。アマゾンだと1万7000円ぐらいだったから。でも40センチのコードがついてないからやめて、でメルカリで買いました。で、結構安くなってて、ほとんど使ってないって言ってたので、結局この匠コンボ、クローバーさんの、これがやっぱりね、一番なんかケースもシンプルだし、開けやすいし、そのこのねコード入れるところも使いやすい。リッケさんのやつはね、ここにちょっとついてて、そこのボタンの中に無理やり入れなきゃいけなくて、それもちょっと使いにくいなと思ってたんだけど、そう、これがあって、そう、この糸切りね、毛糸の糸切り、これ持ってるんだけど、これもついてて、とじ針もついてて、この休み目する時のコード止めみたいなもの、あと40、60、なんて書いてあったっけ、で、40が入ってるのがもうあれなんですよね。4、6、8、100、120と入ってるから、まあ日本のメーカーのやっぱりこれが一番いいかなと思って、結局お安く購入できて嬉しいです。なんか入ってる、シリかげるか、ちょっと待って、手が入らん、これ入れとかなきゃいかんのかね、出そうかって感じで、全然綺麗だし、で、なんかこの昔のやつはここのねストッパーのゴムがないとかなんとか言ってたけど、なんとなくついてるから、黒いのがね、ちょっと老眼で見にくいけど、
で先が細いものかどうかはちょっとわからない、前のを知らないからわかんないんだけど、多分細い気がするのねこれ、うん、で4号からだから、うん、まあこの辺は多分ね太い方はね使わないにしてもまあいい買い物したかなと思います。これ8000いくらで出てたから、ただこのねコードがとここから取りにくいのがちょっと難点かな、 パチパチすぎてさどうやって取るの取りにくいわ取りにくいわって感じで、ももう気に入ってるから、はい、もうねこれで他のね、もうこの付け替え輪針はもうこれ1個で大丈夫です。もう浮気しません、たくみちゃん一筋です。はい、そんな感じだから、まあ買ったといっても私が売ったリッケの方が高かったから、まだいろいろねポイントが残ってるので、今ポイントで何を買おうかってまだ探ってます。いろいろパッチワークもね、動画ばっかりずーっと漁って見ててね、うん、そうイベントの準備もしなきゃいけないし、そうなんですよこの暑いのに。でも暑い時はさ外のさイベントはもうさやれないじゃないね。だってあの京都でやるマルディナさんのお寺のイベントも多分夏の間やらないって言ってたから、やっぱね暑すぎるもんね、外で立ち止まってこんな毛糸のもの見たくないよね多分。だからもう夏はねエアコンの部屋でじっと作品を次々編むということで、あの作品作りに没頭しましょう。屋外での作業は危険ですってテレビでも言ってますので、熱中症でねすごい搬送されてるし、なんか車のエアコンが壊れて窓開けて乗ってたっていう人も搬送されてるのやってたけど、だってさエンジン止めたらさもう100度ぐらいになるんだよね。で外も暑いしエンジン動いてるから車内もすごい暑いだろうしね、車の中でも熱中症になるんだと思って怖いね。でそんな中さ、なんか子どものためにあちこち給水所を会社が設置して立ち寄ってもいいよっていうところがね声を上げて増えてきてるって言ってたから、すごいいいことだなと思って、子どもは夢中になるとさお茶飲むのも忘れて遊ぶから、やっぱり時々ねちゃんと休ませてお水なりなんなり飲めるように声をかけてあげないとねいけないなと思いました。で今日はねエアコンの音がすごいうるさいかもしれない、もう節約してもうギリギリまでつけてなくて、動画を始めるときにつけたから今ようやく涼しくなってきて、ね、これも気仙沼のシャケちゃんもそろそろもうすぐね、これが編めてくればつま先になるので靴下が完成しますね。みんなどうやって何かやってるんだろう、編み物してる時にこれだけ出してくるわけじゃなくて、私他にもいろいろやりたくなるから、それこそねちびぐるみの試作をするのにその1階ではね自分用のこたつの下にコットン糸をバーって詰めてたり、お正月に買ったミディのね福袋に買ったあの毛糸とか置いていたり、編みぐるみ用の糸をねそのこたつの下に詰め込んでるんだけど、あこの色が足りないと思ったらまた押し入れからその辺の色をタタタって出してその袋に詰めるから、もう袋がね破れてちぎれてね、それでもねそこにね入れて使ってたんだけど、
一旦整理しようと思って動画撮ろうと思ってたんだけど、もうちょっとね古方純子さんのねビフォーアフターの整理整頓のやつ見てたら無性に系統を片付けたくなって、でこたつの下にあった今から使おうかなと思ってたような思ってないような系統、靴下の系統は1個あんだら1個持ってくるんだけど、それ以外のね半端な糸をとりあえず押し入れの引っ張り出してきた同じ種類の引き出しの中に入れようと片付けて、で今から作りたいと思ってるものだけの系統をねこたつの下にはべらして、あんまり減らなかったんだけどとりあえず使わない系統を一旦戻しました、うん、古方純子さんのやつは本当に家の片付けがすごくて、で何近藤さん近藤マリエさんと違うのは捨て活をするわけじゃなくて、今あるものを捨てたくない人は捨てなくていいって感じで進めていくので、すごい見てて多分住んでる人もねあれこれ捨てられちゃうのは嫌だろうし、それなりにみんな思い入れがあって捨てられないものもあるから、それをね汲み取りつつ片付けていくわけですよ。古方純子さんのビフォーアフターのお部屋の片付けめちゃめちゃ見てて気持ちいい。もう私さそれ見るといつもさ自分の家見るとさもうぐゾッとする自分の毛糸もしかりだけど、なんか娘の服もさ干してあるのを畳んで入れようと思うとタンスもパンパン、かけるとこもパンパンでさ、もうなんかもういいってなる。なんか少ないもので暮らせるなら暮らしたいけど、どっちかって言ったらいらないもので心を豊かにするのが好きな人だから無理だな。あんなシンプル生活は多分できないけど、ちょっとそこに寄せることはできるね。だってこのさ数字のあれだってさ、作ろうと思ったらめちゃめちゃ入ってくるわけね、このビーズとか輪っかも。でそういうのもさ別にいらないものじゃないけどもう使わないじゃないですか。なんかそういうパーツとかもめちゃくちゃあるし、なんで片付かないのって思うけどね。なんか憧れは自分のアトリエみたいなのがあって、絶対エアコンがついてて、その中で自分の買ったものとかも綺麗に並べれて、見える収納で毛糸もね、せっかく買ったオパールや綺麗な毛糸たちもそこに見て並べれるように、じゃあ見てめでれるように、使わないにしてもそんな生活が夢だな。なんて思ってます。でも梅雨明けしたからようやくねお布団とかもねみんな干す人多いんじゃないかな。でベランダがうち狭いから、とりあえず今日はお兄ちゃんの布団を干して、明日は娘と私の干してで順番に行かないとさ、いっぺんに干せないからね、うん、そんな感じでねお布団干しもできる、いい天気が続きそうなので、ではでは今日はね、あもう一個ねメルカリで買ったものがあります。これ6つのセーターのお話っていう絵本なんですけど、めっちゃ可愛いでしょ。でも中は見せれないから、この津田直美さんって人が書いてます。これね日本防具社から出てて、いつの本なんだろうね、これ昭和63年10月1日だそうです。パピーって書いてあるね、株式会社パピーの糸を使ってんのかな、うん、津田直美さんはグラフィックデザイナー、童話作家、手編みマガジン毛糸玉、え？毛糸玉市場にて童話エッセイを連載していますって書いてある。
へえ、そうなんだ。勉強不足ですいません。でね、地球儀のセーター、これね、セーターがね、セーターの編み方とかが書いてあるんだけど、イラストで書いてあってね、可愛いのね。でちょっと文章パターンみたいに書いてあるね。二段ごと何目を何回、二段ごと何目を何回をやったら何目平らに編みます。これだったら私編めるかもしれない、文章載ってるから。記号は読めたいけど枯葉のセーターとか、ちょっと絵本調になってる雪のセーターとか、雪のパンツ、アラン模様が多いね。うん、ああパピーの系統を使ってますね。パピーキットモヘアとか書いてあります。フィッシャーマンセーター、かわいいポケットがついてるね。ほんとやりたいことがいっぱい でここね、書いてある絵のセーターが編めるそうです。これはね、飾っとこうと思って、かわいいと。はい、では今日はそんな感じで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆうかりチャンネルでした。まいちゃん、これもなかなかいいですので、ここ押さえる方法があるといいね。ちょっと工夫しないと。バイチャー。